今週はですね、第3の日曜日に、始まりました、リスナーさんカモンです。よろしくお願いします。 MC 佐藤です。はい、サブ MC の小立です。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあちょっとね、今月に関してはお待たせをしました。はい、普段ね1週目なんですけど、ちょっといろいろと予定が詰まってしまいまして、3週目の日曜日になってしまいましたね。1ヶ月半もね、待ってくれたリスナーさんもいると思うので、何か一言すいません、長らく1ヶ月半もお待たせしてしまいました。ちょっとそうですね、2人のちょっと都合が、合わなかったために、まあいろいろ調整したところ今日になりました。まあ今日、まあ生放送っていうところで、これからの50分、楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、イカリアクです。はい、もう全部言ってくれました。さすがサブ MC。 はい、でね、冗談は置いておいて、本当にね、まあいろいろと本当はやっぱり、ちゃんとね固定で、第一の土曜と決めたなら、その第一土曜でやっていきたいんですけど、まあ何してね、2人の、時間の都合でしたりとか、あとはまあその月々で、ほぼゲストさんを呼んでいますので、まあ、ゲストさんとの、都合だったりっていうところで変わっちゃう部分があるので、まあ、今後はねやっぱりどうしてもやっぱり固定でやっていきたいとは自分たちも思ってるんで、再度、まあ、今後もねよろしくお願いしますと。はい、ね、まあちょっと長々した、ご挨拶でしたけど、はい、普段通りのオープニングトークをやっていきたいと思います。ということで、まあね、今の時期はもうお盆終わりましたけど、小立くんはどんなお盆休みというか、どんな風に過ごしました？お盆の時期。まあお盆っていうお盆はぶっちゃけなかったので、うん、お盆休みっていうのはなくて、うん、まあなんかつなげて休みを取ったから、まあ一応4連休。わ、いいな。じゃあ4連休にはなったっていう感じですね。はい。まあ僕はそうですね、お盆はなんかバスケしたりとか、あとはマジックショーを見に行ったりとか、あとはまあちょっと地方に別荘を、うん、持ってる方がいるので、まあそこの、うん、まあ改築、うん、まあでちょっとボロくなってるっていうような状況になってるので、うん、まあそれを修繕しつつ、うん、自分らが形にしたいものに向けて、いろいろと、まあ動いてるというようなことを、このお盆でやってたっていう感じです。なるほどね、充実したお盆休みじゃないですか。そうですよ、もちろん。いいな。自分はというと、まあ本業の方がですね、まあそっち自分ちょっと倉庫現場に入ってて、まあそこが 年中無休でやってるので、まあ他の社員さんと一緒にですね、ローテーションでやってる場所なんで、お盆期間中連休は取れなかったですけど、まあ会社が定めてるお盆休みとしては6日だかがあったのかな、そのうち2日だけ休みをもらって、他の日は普通に働いてました。はい、そういう、まあ本当に連休も取れないお盆休みでしたね。まあただなんかね、最近思うのが、本当にみんなが休みの時に動いても、何にも得をしないのを感じてるから、逆に長期休暇の時にちょっとずらして取りたいなってのは思ってるんで、仕事でも何でもいいやとは思ってます。はい、そんな、お盆休みでしたね。リスナーさんの皆さんはどんなお盆休みでしたかね。もしいただけるんであれば、お便りだったり、ツイッターの方で
教えてくださいね。あの皆さんがね、あの楽しく過ごしたのか、自分たちみたいにお仕事だったりできつい一週間を過ごしたのか教えてください。はい、ということでここで、告知をさせていただき、告知はい、まずこのラジオ局のコロナ対策についてです。演者スタッフの検温は確実に行ってます。換気も50分に1回5分以上行ってます。で、番組入れ替え時ですね、スタジオ内すべて消毒もしてますと。で、除菌機器っていうのを、トレールっていう、機器、これですね、これだ、これじゃねえや、あれどこにあったっけ端っこ、隅っこ映ってないはい、まあ隠れてますけど、ちゃんとございますと。はい、で、これですね、番組のご質問、まあ先ほど言ったね、お盆休みの、教えてくださいっていうのもね、この番組の、ツイッターの方に待ってますんでお願いします。で、最後、番組応援の会、会員募集ということで、まあ、トリゴヤズ FM にはですね、このリスナー参加も以外に、多数の、番組ございますね。そのね、皆さんが好きな番組っていろいろあると思います。なんで、そういった番組を応援したいという方に朗報ですと。番組応援の会に入ることで、スタッフルームからにはなるんですけど見学ができたりですとか、まあ、自分はですね、見学だけじゃなくて、もうこの一つ席空いてますけど、ゲストさんの席に来ていただいて番組一緒に、参加してもらって盛り上げてもらったりとか、あとはイベントもちょっとちょこちょこ考えてるので、一緒にイベント参加してもらったりしてもらいたいなと思ってますんで、ご興味ある方はぜひお願いします。はい、ということで、今日も、もう始まって5分ぐらいか経ちましたね。はい、ということで、まあ一席空いてるってことはおります。はい、ゲストさんお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、まあ、まず自己紹介をお願いします。はい、横溝知恵と申します。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね、この知恵さんって方は、まあ、正直先ほども自分、がおっしゃった、まあ、お盆に、も入ってた現場、倉庫の現場で知り合った、他社の方なんですけど、まあ、こういうお話をしたらですね、ご興味を持ってくれたりとか、まあ、自分 の、 ゲストに参加してくれるということで、本当はね、見学に行きたいそうです、もう一人本当は別にいたんですよ、はい、たださっき言ったようにですね、ちょっと日程がずれてしまい、その方が出れなくなってしまい急遽見学からゲスト出てもらってます。はい、はい、で、まあ、これはね、あんまりどうなんですか、自分から言っているか分かんないですけど。え、何ですかそうですね、まあただね、副業があるみたいな、こういうね、MC とかすっごいちっちゃい頃からやりたかったんですよ。だからもう今日はドキドキワクワクしてましたすごい、やりたいんですか MC のね、真似とか、あと MC 役のオーディションとかがあって、あ、だけどなんかもっと地方っぽい MC の人が良かったらしくて、うますぎて無理ですって言われて落とされました。席移動なく、うん、もう自分がゲストでいいんでやりません今日一日なんてことそんな、そうです、乗っ取っちゃうよいや、どうぞどうしましょうね。ちょっとこれゲストと MC 入れ替わったらちょっとまずいですね。まずいですか、まずいですよ。まずいですか、 MC は多分全然回せると思うんですけど、うん、これ今の MC ゲストに回ったら何もできないおい、どういうこと、おい、起点が全く効かないので、ちょっとそんなことない、厳しいんですよゲストちょっと起点効かないと。違う違う、 MC でもゲストでもダメはやめてくれよなんかフォローしろよ、うん、すごい MC だと思うんだけどな。大丈夫です、大丈夫、じゃあ今日はこのまま MC やります、うん、でほら一応ね、自分と小立くんはこの2人体制になって今年の6月から始まりましたよね、はいはい、6月からですね。あと数ヶ月後には、
知恵さんに乗っ取られてるっていう計画にしましょう。すごい乗っ取り計画ですね。はい、はい、ね、数ヶ月後私がいるのかいないのか。もちろんおります。クビになってる可能性あります。ない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 。回せない MC で通ってるはずなんだけど、ちょっと求めるものとは違うみたいな。ね、だってもう1年以上続いてるんですから。続きますよ。男性から女性に変わり。そうだから、ないない、正直ね、これはねこっちの裏話になりますけど、今のところそのゲストっていうのは全部自分周りの人で本当に呼んでるのでね、毎回毎回こういうのはあれだけど、小立くんはこの放送日が初回で会う人がほぼだもんね。まず持って初対面が本当にいきなり番組に来てるもんね、あなたの場合。それを本当いつもフォローしてくれて本当助かってます。まあここ何ヶ月かは、まあこれまあ実は裏話になっちゃうかもしれないですけど、最近その何ヶ月かはちゃんとその ゲストさんに対して少し情報をくれるんですけど、何ヶ月か前とかはもう情報が全くない。で当日に会ってで、あ、こういう方みたいな感じなのを、MC に言われるより自分で探るということがちょっと一つ発生しまして、まあそれもそれで、まあ面白いやな、勉強になるんで、まあ全然 OK は OK なんですけど、まあやっぱりちょっと前情報はやっぱり欲しいなっていうところがやっぱり、大事かなって MC には言いたいですね。はい、じゃあちぃさん、今後、MC やるときは前情報上げてください。私MC ですか。数ヶ月後の また呼んでいただけるときがありましたらぜひ。はい、ということでね、まあ、こんな3人で、はい、やっていきますが、はい、はい、今日のテーマはズバリ、何もないっす。え、じゃあごめんなさい、いつもないですね。ないというのはちょっと語弊なんで、まあ、ゲストさんとの、まあ、ゲストさんとのフリートークが主なんで、はい。なので、いつも、ないというのは、そういうことです。フリートークで、やっぱ話していくっていうところが、まあ、一個。俺らの醍醐味です。醍醐味であるんで、はい。なので、結構、あえて台を作っちゃうと、うん、なんか、しんないんですけど、MC、テンパって何もできないということになるので、もう、2人の中でもう、あえて台は作らないという。なるほど。で、何かあったら全部責任はサブ MC が負ってくれるっていう、もう素敵なね、サブ MC なんで、MC は自由奔放にやっております。まあ実は MC これ多分視聴者の人は分かる方もいないですけど、視聴者あれじゃなくて、一回この MC 一回ほろ酔いしながら実はMC やってまして。もうなんですよ。いつの話だっけ。いつの話かちょっと僕は忘れましたけど、なんか皆さんアーカイブ見てください。でも今年のどっかだった気がするんですけど、そうですね、急になんか酒飲んでやってみたいな感じに言われて、はい、まあしょうがないなみたいな感じにやってたら本当に顔が開きましたね。でもう路列が回ってないみたいな、おいおいおいみたいな。確か僕がまだサブ MC じゃなかった。そうです、ゲストで呼んでた時にゲストほったらかして酔ってました。話なんでおーおーおーと思いながら、しかもまあ一応ね、裏話でやっぱりこういうのに載せちゃいけない、載せちゃいけないっていうか、メーカー分かってしまうといけないんで、うん、こう紙で包んでたんですけど、飲んでたのはほろ酔いです本当に。ほろ酔いっていうものをよ、飲んでほろ酔いどころかガチ酔いをしましたね。弱いですね。本当弱いんですよ。はい、なんで、最近は飲んでないですけど、また飲みたいな、飲みながらやりたいなと思ってます。晩酌、うん、ライブとかもいいですよね。まあ MC が顔赤くなってる時はまあ大体飲んで飲むというふうに思ってもらえればと思います。はい、まあ、そこら辺ちょっと考慮していただけ、そうですね、いただいた上で、はい、見ていただければ多分何も隔たりなく問題なく進むかと思います。そうね、今日もね、これは本当はウイスキーとか言いたいんだけどね。
ウイスキー飲んでたら本当に多分10分も持たずに死んじゃうんで。ちなみにウイスキーだとその色じゃないです。違ったかな。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、うん、あの、はい、すいません、間違えました。はい、というね。2人して飲みながらやりたいね、確かに。いや、サブ MC はいらないです。え？あの2人して飲むと、なんですか、やばくなった時に、どうしようもできなくなるんで。大丈夫、そういう、本当に、放送事故みたいになるのやってみよう。果たしてそれを視聴者が望んでるかどうかだけどね。いいんだよ、自分らがやりたいそれは別に間違いではない。じゃあ止めに入るので、その時ゲストで呼んでください。はい、お願いします。はい、というね、はい、ね、こんな2人の裏話はどうでもいいので、はい、入っていきましょうね。実際、まあ千恵さんは、はい、まあ今の倉庫現場の前はどういったことをされてました？うん、倉庫現場が確か去年ぐらいからですね、自分らも一緒にやった。そうなんですよ、うん。倉庫現場の代わりにやってたものはなぜか銀座の。なぜか。なぜかっていうのはなぜなんだろうなと思うんですけど。合わないとずっと思いながらやってたんですけど、うん、銀座のスナック、うん、もどきのヘルプをやってたんです。おー、その頃に試合いたかったな。でも銀座か、うん、そうなんですよ。銀座って言ってももう新橋寄りなので、すごいちっちゃいお店で、今めっちゃ新橋行ってんだよな。じゃあいいお客さんになったかもしれませんね。ほんとそうっすね、うん、多分いいというか、もうヘビーユーザーでしょうか。ですね、で、そうだな、ほろ酔いどころかガチ酔いして多分酔いつぶれてんだろうな、ね、お店で帰るよって言っても帰れない人。まあそういう時は、うん、もうタクシーに放り込んで一人にして、うん、で、まあ彼の家に着いた時に、うん、こんくらいですよっていうので、まあ、彼は驚くみたいな。めっちゃ大変それ。僕はちなみにそれ一回過去であったんで。あ、やられたんですね。まあ、結構その酔ってて、うん、でも帰り終電もなくて、あらも、でなんかいつの間にか家に着いてたみたいな。すごい。でなんか、あれ、タクシー乗ってるみたいな時も、うん、あって、でお金いくらですみたいな感じで、でも払わないわけにいかないので、まあなんか戸惑いながら、ね、はい、みたいな、払って、まあ、もう、そうです、払って、だけど疑問しか残んなかった、ね、もう記憶がなんか飛んでたので、あれなんでみたいな、なんでここにいんだみたいなっていうのはなんかあったりしたっていう過去もまああったりしますね、やっぱり。まあだからそういったのもやってよかったっていうところもありましたね。いい経験ですね。はい、いい経験だね。俺、そうね、まあお酒の話なんでこうなったかあれだけど、お酒飲んで確かに酔うんですけど、うん、自分本当に体質弱いから、はい、記憶をなくすまでまず飲めないんですよ。その前にそう、頭痛と吐き気がまず来て、頭痛に耐えらんないから、うん、絶対セーブをするんですね。で、まあよくここからちょっとね徒歩で行ける秋葉原のとあるお店とかの知り合いの人とか常連さんに、お前はもっと飲めよって言われるんですけど、マジで頭痛が来てその後飲めなくなるんで、いつもそのセーブをして、みんな吐くまで飲むぞとか言うんですけど、うん、無理なんですよね。だから記憶もなくしたことないし、言って本当にすぐ酔っちゃう人ですけど、はい、それより先のその記憶を飛ばしたとか、うん、言って酔いつぶれてっていうのはまずないんですよね、うんうんうん、なんかでもそういう小立てくんみたいな失敗とかって、うん、千恵さんはあります？いや、いつもなんかそうしてみたいなって思うんですけど。強いんですか、逆に。いや、仕事って思っちゃうと全然酔えないんですね。ああ、まあまあ、いますよね、まあいますっていうか多分大半そうだと思いますけど、やっぱりなんか気兼ねなくっていうよりはやっぱり仕事でっていうのがやっぱり入ってるんで、やっぱり気を使うっていうか、まあ気を張ったりするから。でも飲みに仕事以外で行ってもなんかお酒があるとモードがそっちになっちゃって、あ、だ全然そうわかりますよね。いや、これはほらまたこの、サブ MC も知らない話ですけど、うん、
さっき言ってたそのだ、もともとゲストさんで予定してた男性の方と、はい、去年末にもね一回、最近一回と去年末に、そのもう一人ね若い子、うん、女の子と男の子を一人ずつ加えた5人でも飲みに行った時ありますけど、まあ若い男の子もウイスキーを水割りでとかロックで飲める強い子ですけど、知恵さんやそのあのもともとゲストで呼ぼうと思ってる方もまあみんな強くて俺だけマジで、速攻ソフトドリンクを飲んだっていう一杯、それこそだからあれは大衆居酒屋だったからカクテルサワーがあって、うん、カクテルサワーを頑張って1.5 とか2飲んだ次にはもう単なるコーラを欲しいとか、カルピス欲しいって言ってましたね、うん、そうです。なんで、正直に言うとそのメンバーで飲みに行くときは覚悟しないといけないなと思ってますそう、だから本当にだから自分がいつも思うのはなんでみんなそんなに強いのかな、まあやっぱり自分の親も多分そんなに強くなくて、うん、一応晩酌はするタイプですけど家で缶ビール1本が毎日、うん、それで終わらすぐらい、飲むときは昼と夜に1本ずつ飲むぐらいの量しか飲まないんですよ。だからもともと弱えのかなと思ってて、親も体質ですかね、遺伝です、遺伝なのか、遺伝です。強いですか？僕はそうですね、まあそうですね、なんか記憶失ったからなんか弱いみたいな感じのイメージをもしかしたら持たれるかもしれないですけど、僕もぶっちゃけ別に弱くはないですね。全然多分まあ飲もうと思えば飲めるみたいな、うん、飲み方にもよるって言うもんね。そういうこと、うん、だから結構その濃度が高いものとかをやっぱり連チャンして飲むとやっぱまあ記憶はさすがにぶっ飛ぶっていうところとか、あとはまあまあ今は多分そんなにはしゃぐことはないと思うんですけど、うん、まあだからコロナ前とかはやっぱその時期っていうのはやっぱテキーラがあるじゃないですか、はいはいはい、やっぱりテキーラを何杯も何杯も飲んでってなると、うん、まあ、やっぱりさすがに記憶がぶっ飛びますね。やっぱりテキーラを何杯か飲んで、僕はその時渋谷で飲んでたんですけど、うん、同級生がいて、うん、で、まあ、同級生にまあ、久々に会ったっていうところもあったんで、それでまあなんか飲もうぜってなって、うん、テキーラを2人して多分飲んでたら、まあ、僕が先に行っちゃった、お行きになられましておいで、もう何時に、ね、もうぶっ倒れて寝てたかもわからない状態で、ほうほうほう、でなんと朝の5時ぐらいに気づいたら、うん、路上で寝てたらしくて、路上で危ないそれやべえな、うん、で結局戻ったんだけど、結局そこの階段、なんか螺旋階段じゃない、まあなんかその外の階段みたいなところで寝ててみたいな、うん、まあそっからなんとか自力で帰って、でその後も実はちょっとエピソードがあって、うん、でその時はまあ今ちょっと違うところなんですけど、うん、今前神奈川に住んでて、うん、で渋谷からまあ東横線、うん、東急東横線帰れるな、で途中で下車する予定だったんですけど、うん、なんかその時確か終点が元町中華街、あーはいはい、で乗ったまで良かったんですけど、うん、なんと降りたのが菊名だったんですね。菊名菊名もまたすげえすごいのが横浜方面の菊名じゃなくて、うん、渋谷方面の菊名折り返してきました。そう、折り返してきて何やってんのみたいな。それがまあ20代前半とか中盤っていうところなので、まあだいぶ経ってるっていうところがあるというようなまあエピソードもまあぶっちゃけ持ってるっちゃ持ってますね。まあだからそんなにがっつりなんかそういうノリじゃない感じで飲むんだったら多分全然いけます。なんならこの前も2ヶ月前ぐらいか久々に酒飲んだんですけど、まあ結婚式かなんかで3次会まで行ってで、まあ、ひたすら飲んで、え、ご自身の結婚式？俺じゃない、あれ俺じゃない、と幼馴染の結婚式に行ってまあ3次会ぐらいまでずっと飲んで、うんうんうん、でまあその時は一応記憶はあったんですけど、うん、もう違うところに帰る予定だったのが、まあちょっと実家の方に行くというような
感じで、もう終電をなくすみたいなのはまあありましたね。まあでもそれは別に意図的になくしたんで、意図的に、まあ、意図的ですね、はい。なるほど。まあいろいろ空気とかもあるじゃないですか。まあ確かにね。まあ結構みんなその神奈川近辺に住んでるんで、となるとまあうわマジかみたいな、一人だけちょっと違うところにいるんで、まあいいやと思って。そういうこと。あ、そういうことな。はい、そうですそうです。っていうなんかエピソードみたいなのがありましたね。やっぱりまあだからトータル言うと、まあそんなに弱くないみたいな。うーん、なるほどね。あとはそんな顔も出ないので、あ、だからこっちはすぐ顔に出るんで。いいだからもう分かるんですよ。だってほろ酔いを多分ハイペースで飲ん、まあ、どこまでをハイペースっていうかですけど、自分の中でカクテルやらサワーは30分ぐらいで飲めば全然余裕なんですよ。顔色には出ないし、うん、そんなにいきなり頭痛とかも来ないですけど、ほろ酔いとかカクテルサワー系を5分とかで飲み切っちゃうとすぐ出ますね。5分で飲み切るってすごい、うん、本当にだからあのこういう、まあ、今日はねあの暑くないですけど、まあ、倉庫現場とかで、まあ、あの仮にですけど飲んだりしませんけどね職場仕事中には、ああいうタイミングでそのめちゃくちゃ喉乾いてます、水分欲しいですの状態で3号缶を一気に飲むと一気にきます。誰でも食うと思う、はい、あれそう、チェイさんずっと持ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です、いいですよ、はい、手に持ってるけど大丈夫です。はい、逆にチェーさんはそういうお店にいた時に迷惑な客だなって思った人とかいたんですか？いや、なかなかやっぱり帰れない人とか、ああ、あと急に怒り出しちゃう人とか、あ、めんどくさいね、まあ、あったりしました。よっぽど今日1日機嫌が悪かったんだなみたいな。うん、か、まああれですね、あの酒飲んで酒癖が悪いとか、あ、酒癖な、普段おとなしい人ほどそうなんですよね。そうなんですよね、うん、あの豹変するっていうか、そう、いや、そうなる前に俺は潰れっから大丈夫。夢の中その前に俺は多分あの豹変する前にまず頭痛が来てるから、うん、豹変者としてもずっとうなだれてるんだろうな。マジでやべえもん俺、まあ、頭痛がいつまでも残る。もしそうですね、まあこういうなんか僕らみたいな、うん、なんかまあエピソードとかあったりしたら、はい、まあなんか軽くでもいいので、あのコメントなども送ってください、はい、そう、お盆休みだからね、ちょうどあの親戚行ってとかね、あるかもね、飲んでてなんか失敗じゃないですけどね、うん、なんかエピソードがねあったりしたら教えてほしいです。帰らなくていいって言ったらいっぱい飲みそうですもんね。そう、それだ、うん、そう、あのお盆休みでそういうのは、あのお二人は親戚とかってそれこそ地方にいたりします？サブ MC とチェイさんは、僕は一応言いますね、親戚は。ただまああの、まあ、今このご時世もあって、あ、そうですね、で、まあこっちはやっぱ関東から、うん、まああんまりね出たくないところなので、まあちょっと行ったとしても、うん、あの会えないというような状況はちょっとまだ続いてる感じですね、うん、まあそこには全然あの行くんですけど、うん、あのまあ例えばこうやって会話したりとか、うん、対面っていうのはちょっとまだできない状況ですね、うん、まあやっぱりその年齢が高齢というのもあるので、はい、まあやっぱりその、うん、まああったら、まあなんか例えばなっちゃうんじゃないかみたいなとかで、うん、多分結構気を使ってるっていう、うん、行動制限なしになったけどね。なんだけど、まあそこも多分ちょっと気にされてるっていうような、うん、まあ、状況です。まあ言ってもそんなにあのがっつりとした田舎じゃないんですけど、うん、まあやっぱりそういったところも結構気にして、うん、まあそっか、まあ、ちょっとまあまだ会えないみたいな感じなのはやっぱり言われてるというのが現状だね。地方ほどすごいこう嫌がったり怖がったり、まあ そうですね、それは確かにね。ちっちゃいさんは、うちはもうすぐ近所、ああそうなんだ、自分も関東近辺、ああそうなんですね。そう、自分もね、本当にその九州とか東北とかにいるわけじゃなくて、うん、まず多分ですけど、その一般的な、なんだろうな、家族よりも親戚の数が圧倒的に少なくて、まず、祖父母もそうですし、自分の両親もそうなんですけど、兄弟なかなかいないんですよ。へー、ね、
本当に一人ずつぐらいしかいなくて、うんうん、どれも、うんうん、だからその時点で多分兄弟数が少ないから本当に少なくて、うん、で言っても茨城とか群馬ぐらいなんで、行けちゃう距離じゃ行けいつでも行けちゃう距離だったんで、あんまりその遠出をしたことがないですね、うん、自分は、うん、だからそのコロナどうこうじゃなくて小学校とかそのぐらいの時代からどっかその関東地域以外には旅行以外ではまず行ったことがない、なんかおじいちゃんおばあちゃんとこ行くんだとかってすごい羨ましくなかったですか？そうですね、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんも東京にいるし、うん、遠くても、うん、茨城ぐらいだったんで、うん、そうなんだろう、みんなはなんかそれこそ福岡に行くとか、うん、そうですね、青森行ってくるとかっていう話を聞いてて、うんうん、旅行ですら行かない、旅行でしか行かねえ場所だなっていうのは毎年思ってましたね。そう、うちの父親がずっと一人っ子だって言われてたのに、最近5人兄弟だっていうことを発覚したんですよ。ちょっと待って、え、長年びっくりでしょ。何をきっかけに知ったんですか？なんか弟さんが亡くなって、うん、そこからなんか弁護士が調べたらしくて、弟もいることも妹もいることも何にも知らなくて、うちの母親なんかもう本当に一人っ子だと思って結婚してたら、この私5人もいる、お母さんも知らなかったんですか？奥さんも知らない、駆け落ち？お父さんも知らなかったんじゃないかな、なんかうっすらと妹がいたっていうことは覚えてたらしいんだけど、なんか一緒に暮らしてなかったんですかね、じゃあそんな小っちゃい頃から。多分その時代ってこう養子に出したりっていうのが普通だったみたいですよ。ああ、そういう時代だったのか、うん、へえ。そう、びっくりしました。それはびっくりしたねえ、うん、会う機会が本当はもっとあったかもしれないのにね、知れないですねっていう、うん、小立くんとはまあね、そのプライベートでもよくお話をする中で、うん、俺一回整理させたいのが、あなた結構その地方の名前が出てくるんだけど、うん、親戚なのかあなたの知り合い捨てなのかがたまにわかんねえ時あるから、茨城はあなたの知り合い捨てだなって知ってんの、うん、で神奈川はほら実家がある場所でしょ、うんうんうん、福岡がさっき言ってたけど、あ、福岡は親戚なのね、さっき言ったら親戚、うん、そう、他どっかあんの？なんかあなたと話してると新しい情報がさまた出てくるから、まあまあ、なんなら茨城もまあ一応いるといえばいる、親戚が、うん、おー、いるんだな、いる。あと新潟、新潟もか、うん、茨城に関してはあなたがよくその知り合い捨てで行く方面にいるの、それともちょっと遠いの？あ、まあ、ね、あ、方面的にはどうだろう、そっちがどこだっけ、大磯だっけ、はい、大磯じゃねえよ、大洗でした。まあ大洗も近いけど、大洗とはまた別で。大洗とは違う。土浦とか。あ、土浦か。まあ土浦の先の石岡っていうところがあって、まあ石岡にいる、に親戚がいるのね。祖父方の親戚がいて、まああんまり会ったことはないんだけど。知り合いがその持ってる別荘の部分は？まあ大洗じゃなくては鉾田市っていうところなんだけど、そう、鹿島と、うんうんうん、まあ大洗のちょうど間ぐらい、うん、間ぐらいか、そう、なるほどね、大洗ってアニメの電車が走ってた、そうです、そうです、大洗はねあれですよね、ガルパンかな、うん、ガールズバンドパンツァーだったな、うん、びっくりした、あれ見た時結構マイナーな路線が走ってるところですね、うん、大洗は、うん、単線というか、うん、鹿島臨海鉄道、はいはい、うん、もう本当に1時間に1本あればいいみたいなっていうところですね、まあ、実は水戸まで1本で行けるっていうメリットはありますけど、うん、水戸まであれ1本なんだ、俺水戸はよくそれこそだから砦に一時期それこそちっちゃい頃住んでて、で逆に祖父母が、東京にいたんで、うんうん、まあ、まだあれですよ、上野東京ラインとかエクスプレスがない頃は、ね、はい、常磐線で、上野から砦だかまでで戻っててっていう、うん、まあ、その先が水戸だったよな、そう、常磐だから、まあ、だいぶあるけどね、だいぶあるよね、うん、だいぶあるけどね、うん、
そうね、そういうね話もね、それこそまだ来てないですけど、リスナーさんで、うん、まあこの行動宣言がないね、あの今年あのどっか地方行ったよとか親戚に会いに行ったよっていう人がいれば教えてほしいですね、はい、なんかもう本当に自分の周りでっていう、自分自身がそういうのを体験してないから、ここ数年まで旅行もしてないから、うんうんうん、本当に関東から出てないっす。まあそのうち どっかの誰かさんと行ってくればいいんだよ、二人で。どっかの誰かさん、うん、青木くんかな。ここで知らない名前が出てくるというね。違うよ、そこじゃないよ、そこじゃないよ、はい、でも今週末ね、大曲がりの花火に行きますよ。おお、大曲がり、あ、大曲がりってどこだっけ。大曲がりは秋田、あ、来た、あ、来た、あー、はいはいはい、えー、うん、え、マジですか、うん、え、倉庫入ってないですか。入ってないです。まあ今結構いろいろ花火なんか解禁されてきたり、ね、今年はね結構地方ほど解禁になってますね、うん、なんだっけ、花火だったらまあ 1,2 を争うぐらいのでかい規模 の、うん、あの長岡、うん、長岡もあの今年はもうなんか、うん、はい、やりましたね、やるみたいな、はい、まあそうですやってて、うん、まあ実は知り合いがそこに行ってて、うん、まあ僕はなんと、うん、たまたまインスタグラムかなんかのストーリーでまあ見たみたいな感じで、うん、はい、でまああれ行ってましたよねっつったら、うん、行ってましたっつって、でまあなんか泊まりで行ってたのかなと思ったら、うんうん、まさかの日帰りという、その日中岡は、実は宿取れないんですよ、その時だけ8月2日だけ宿取れなくて、うん、あの本来はもう閑散としてる、はいはいはい、まあ、街で結構その静かな街というか、うんうんうん、もう本当に、まあ、一応新幹線は止まる駅なんで、新潟の中だと、まあ、2番目ぐらいに大きい都市ではあるんだけど、うんうんうん、まあ結構閑散としてて、ただまあその花火がある時だけはもうバーって集中するから、そうなんです、で、ホテルが取れないっつってて、大曲がりもそうですよ、大曲がりもそうですね、やっぱり取れない、じゃあそしたら日帰りで戻すか。ちょっと手がありまして。あ、いいね。え、2日間ともじゃあお休みですか。そうなんです、お休みです。そうも1日入んだけどな。まあ、ねえば大曲がりの場合は、うん、ワンチャン大曲がりに泊まれなくても、そう、多分出るとこ出れば、秋田か盛岡に行けば、おそらく取れる可能性はある。新潟の場合は、新潟にしかないんだけど、うん、新潟も結構多分それを考えて取ってる人も多いぐらい、やっぱり結構大きな規模の花火だから無理だったっていう、うん、なるほどね。新潟今度片貝の花火もありますよ。来月、片貝ってどこでしたっけ。片貝市、片貝祭りって、長岡とちょっと近いけど宝徳院稲荷が近いのかな。そんなこと言っても分かんないよね。祭りか、花火なんです。なんか自分のために花火をあげられるというね。今年隅田川やるんだっけ。いや、もうそれはもうやらない。隅田川ってだってもう早いでしょ。だってもう今8月末だっ、終わったんだっけ、うん、終わったじゃない、確か。やってないのか、やってくれない、うん、神宮やりましたけどね。あ、神宮やったんですね、うん、そっか、そう、だからまあどっか地方行って、うん、あれだよ、行ってきなさいよ。行ってきなさいよ。初めての旅行だ。行ってきます。楽しみですね。お相手はでも鎌倉行きたいとは言ってたんですよ。お、そう、鎌倉は行きたいなって言ってたから、うん、鎌倉行くのもいいんですけど、うん、ね、でも今鎌倉行っても多分松屋ないよね。そういうことじゃないと思いますよ。分かってますよ。鎌倉っていう町を多分、それはそうです。それ、うん、いや、今の花火とかの話からこう連想するとさ、でも鎌倉今やってるっけと思って。まあ鎌倉は別に花火ってよりは、ね、まあ、あとはちょっと近くに行けば浜、由比ヶ浜っていうところがあるので、うん、まあそこで江ノ電乗っても楽しいと思いますよ、うんうん、そう、いや、そう、街巡りはしたいって言ってた、うん、だからぜひ行ってきた方がいいんじゃないんですかね、うん、いいでしょうね、うん、そうだな、お相手探さないと。あ、まあこれあんま、まあ、僕言うのもよくないですけど、この人相手いるんで。
なんかちょっとニャーアピールしてましたけど、もうお相手とどっか鎌倉行きたいとか言ってる時点で、もう分かってる方が多いと思うんですけど、こういう風に鎌をかけるという MC ですね。もう本当にまあどうにかしてほしいなとは思ってるんですけど、まあいいこういう通常運転がないとこの MC ちょっと成立しないわ。これが通常運転でやめろよ。ね、なんか今日大暴露の日になっちゃったね。すごいな、やっぱあれだな、昼間にやってねえからかな、今日なんか調子が悪いな。これ調子悪いじゃなくて、いつも通りなんで、ご安心ください。はい、なんですか、日が出てようが出てなかろうが関係ないです。やめてくれ。消防車いっぱい来てましたけどね、今日ね。ね、まあもしかしたら消防車引き寄せましたね、この辺。こいつ。どういうこと。何言ってんだよ。どんな引き寄せだよ。引き寄せたかもしれないですね、消防車マジで。はい。やばいな。はい、というね、なんかあっという間回ですね。まああっという間でした ね、意外と。なんだろうな。うん、大丈夫ですこれ、グダッとしますけど。これがね、っていう方がきっといらっしゃいます。はい、いてくださいって、なんだろうな、いてくださいっていうか、このスタンスを見てください。これ以外自分の引き出しないです。はい、あとはもうサブ MC に丸投げなんで。いいコンビでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、まあちょっとそんなこんなで、あともうまあ早くも生放送終了の10分まで切っちゃったんですけど、はいはい、チェーさんの方から何か、はい、まあいろいろなんかまあお伝えとかあったりはするんですか。うん、まあ別に何でもいいですよ。じゃあ倉庫現場の募集しても。まあ俺らはあれだな、現場に入ってるだけであって、そうですね、社員ではないんだけど。まあちょくちょく画面でもしかしたら皆さんにお会いするかもしれません。その時は探してみてくださいっていうとこかな。なんかすげえ含みがある。そう、そんな感じです。たまにこう炎上をやってるので、はい、何か、うん、まあ言える範囲で、うん、その自分がこんなのやってますかっていうのは言えるものあったりします。言えるものですか。最近ねサボってるので。やめろ。やめろ、いいサボってるって言えない。ちなみに MC はこういう開始しかできない。そう、再現とかもし見る機会があったらたまにいるかなみたいな。ちょっと今後ね、再現ドラマ見るときは凝視します。はい、お願いします。ねえ、まあ、はい、ということで、まあそっちそういうねお仕事もされてるということですけど、はい、たまにですね。うん、本日ここはどうですか。めっちゃ楽しかったね。はい、大丈夫か。ねえ、うん、でも実際なんだろう、そういうその本当に関わってる人を呼ぶの初めてじゃない？うん、あ、そうですか。うん、今回多分そういうのを関わってる人呼ぶのは、うん、初めてですね、やっぱり。去年、はい、自分がまだ一人でやってた時に、はい、その画面には出てないですけど、うんうん、ラジオのパーソナリティを、うん、とあるアニメのジャンルだけでやった人はいたんですよ。はいはいはい、だけどそれを生業としてるわけではなくて、うんうんうん、それも確か FM 横浜だかで、かっこいいな、そう、横浜だかその千葉方面だったかで、はい、4年だか4年半やってたっていう人ではいたんですけど、すごいですね。うん、でも本当に顔出しはしてなかった人なので、本当にそのなんだろうな、こういうそういうのに携わってる人に出ていただけるっていうのは本当に自分の中でもすごく初めてなことなので、はい、本当に助かりましたし、いえいえ、俺の人脈すげえなーっていう話ですね。どうですか。いやー、今の最後の一言がないですね。その一言がなければ褒めさせろ。最後褒めさせろ。もう
いい感じに締まってたんですけど、その最後の MC の一言はマジいらなかったですね。おっと、そういう癖があるんですよね。一言多いという、ちょっといらんことを言ってしまうという MC ですね。もう綺麗にいいだろうが、綺麗に誰も褒めてくんねんだもん。いつも褒めねんだもん。まあ、まあ、MC はそういうもんだ。、うん、この MC はそういうもんです。それがいいんですって。まあ褒めちゃうと調子乗るんだよね。まさに乗らせろ。乗るとどっか来ちゃうんだよ。何その暴走列車みたいな聞き方。暴走列車で多分結構通用する人は多いと思いますよ。はい、はい、ということで今日もね残り5分でございますので、はい、ここで最後に、改めて告知何かあれば、はいはい、まずゲストの知恵さんありますか。私ですか。まあこんなね、これからもまた暑くなってしまうと思うんですけれども、うん、お体に気をつけて。告知。はい、そう、大事な告知ですから。そうですね、うん、皆さんのね、リスナーさんの健康を願って、はい、ということで、あとはこの番組を愛してくださる皆さんですから、もう何も心配することはないと思います。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ小立くんはある？今日はないです。今日はないね、はい、まあないですけど、あの、まあ、見ていただいてる方が、まあ、今後あのこの放送を見て、うん、まあ、何かあの気づいたこととか、うん、あとはなんか、まあ、なんか落ち込んでたりした時に、こういうふうにあの生放送を見ていただいて、うん、まあ、なんか元気になったとか、うん、っていうお声がもしあのなんかあったりすれば、まあ、なんか少しでもあの役に立ったかなと思うので、はい、まあ、なんか、そういったところを、まあ、にもちょっと携われればなと思う、うん、思ってるという形で、まあ、なんかこのよくわからない MC、うん、そこですか。はい、まあ、やってるという部分ではあるので、まあ、何か、一つでもなんか引っかかることとかにある、うん、あったりとかすれば、いいかなと思ってますんで、はい、まあ、今回はあともうちょっとで終わってしまいますけど、はい、まあ、来月も、再来月も、まあ、続いていく予定ではあるので、はい、まあ、何か、心に残るような、まあ、何か、メッセージとかも送れたりすればとは思ってますので、よろしくお願いします。はい、告知言ったんだけど、告知だよ、一つ締めの感想、一つ告知だよ。はい、まあね、そういう流れですけど、はい、私からは告知、まあ、2つほどかな、はい、うん、まずですね、来月、第1土曜日に、また戻ります。9月の3日13時から、予定しております。生放送です。で、来月はですね、なんと私と、小立くん、サム MC ですね、誕生月です。イエーイ、おめでとう。ということで、まあ、今日はねいただけなかったんですが、来月はですね、コメントお願いします。誕生月ぐらい欲しいよ。はい、おめでとうとか何でもいいので、来月欲しいです。まあ、多分ね、リアバじゃないんですよ。リアバの日ではないんですけど、誕生月ということで、まあ、いくつでも、まあ、その時間ある限り、まあ、質問とかでもいいです、ください、そしたら本当に NG なしで答えます。まあ、事務所通ってるとかでもないので、NG なんていうものはないです。なので、どんな質問でもいいです、答えられるものは答えますというのと、あとはですね、イベントをちょっと考えてます。正直、いつどこでっていう具体的なものはないんですが、まあ、このね2年目にもなりまして、まあ、昔から見てる方はちょっとわかるかな、アーカイブでもありますけど、遊戯王のアプリをですね、私はそのサブ MC と何度か対戦してボロ負けをしてます。はい。で、それをですね、あともっと多くの人と、まあね、実際小立くんとばっかりでも、正直毎回毎回同じ絵になるので、私がですね、コテンパンにすれば見たいっていう人もいると思うんですよ。なので、そういうイベントができればなと思ってるんで、あとはリアルのカードゲームでもいいです、そういうのも考えてますので、ちょっとね、そういうの参加してみたいよとか思う人がいれば、まあ、アンケートじゃないですけど、欲しい、それも、まあ、回答によってやろうとも思ってますんで、ちょっと一つね、イベントも考えてますんで、よろしくお願いしますと。はい、
という感じで今日はまあ夜放送でしたけど、皆さん楽しんでいただけましたかね。こちらはめっちゃ楽しみましたということでまた来月さよなら。